さあ大きく動く、とうとう大ボスが出てくるのか。ここ霧の話が書いてある。一部の専門家からはこの霧が有害な物質を含んでいるのではと危ぶむ声も出始めている。含んでいるのではって、そういうのって調べられんじゃないの。霧の発生原因や実情の究明に至急取り組むべきとの声が出され、政府による予備調査が始まったが原因の特定は難しいとの見解が大勢。まあこの世のものじゃないからな。だってこの霧ってマジでヤバいもんなわけ。街とかさっぱり人引けちまってっすよ。つうかここもっすけど。お、ヤバいね。ジュネス土曜日なのに人いないとヤバいね。売り上げみんなこの霧を怖がって出歩かないみたい。ほう、確かにあっちの霧に似てる気はするけど。違うもんなの。それ以上のことは分からんか。またこちんぽんかんぽんね。あとはここに生ための略歴と事件についてがまとめてあります。おう、生ためどうなったんだあいつは。最初の被害者は容疑者と愛人関係にあり、うん、そのもつれから殺害に及んだと見られている。うんうん。同4月第2の被害者小西咲さんの遺体発見。詳しい動機を追求している。なんか狙ってたんでしょ小西先輩。7月には同じく稲橋在住の少年による模倣殺人が発生。うん、あいつもわけわかんなかったな。一時はこの少年が全ての容疑者と見られたが、捜査の進展により生ため容疑者が浮上。先月稲橋在住の7歳になる女子児童を誘拐に及んだ際、ほいほいほい、容疑者は警察により逮捕。生ためはまだどこかの病院に収容されていて、詳しい取り調べはこれからのようです。なるほどね。まだ進展なしか。そっちはやっと終わったんだな。終わってないよ。いろいろあったけどさ霧出てんや終わってないよ。あとは立件されて罪が確定するのを待つだけ。あ、まあ生ための件はな。本当に立件できるのか。本当に立件できるのか。お前のおじさんなら必ずこぎつけるぞ。あ、そうなるか。いけんのかな。でもあいつ言ってること明らかにおかしかった。うん、完全に壊れてたな。自白でテレビの世界とか言い出した場合、なんとか鑑定で引っかかったりしないのかな。ああ、精神鑑定か。証拠が不十分だったり状況証拠だけだと立件は難しいって聞いたことある。心身がとても不安定でありどうのこうのってやつだな。確かにそういう事件や犯罪者は多いです。ある意味犯罪捜査の永遠の命題ですね。うん、捕まえても裁けねってのか。そういうのもあるんだろうな。その可能性もないとは言えないってことです。だそりゃ、あいつがやったって俺らはみんな知ってんのに。大体殺すことが救済とか、あんなイカれた野郎放置できねえだろ。そうだ、6つにならなかったとしてもちょっと放置しちゃまずいよな。すまされちゃたまんないぜ小西先輩。いや先輩や山のアナだけじゃない、モロキンだってあいつの犠牲者だ。あいつがいなければそれを真似ようなんてやつも出なかった。まあ確かにな。今モロキン懐かしいな。もはやあんな状態なのだってあいつのせいだろ。そういえばナナコと新しい大理石のこたつを買いに行く約束をしていた。そうだな。どうしたの。みんなにナナコとの約束を話した。こたつ、こたつっすこたつっす。じゃあ今から見に行こうよ。おー、飛んじゃった。おいおい、そういうことは早く言いたまえよ。扱ってるぜ、もうシーズンだから。まあジュネスにあるだろうな。うん、よし、じゃあみんなで選ぶか。お、選ぶほどあんのか。あるね。やっぱこたつって言ったらみかんがセットだよね。いや、それはジュネスには。あ、売ってるか売ってるわな。ベタで最強っすね。最強といえばホットカーペットにこたつの組み合わせ。まあそれだな。うん、うちはそれだ。まだ出してないけどまだ出してないけどもう出すのがめんどくさくて結局出してないけど。うん、そのコンボはブレーカー行くな。チンとかした拍子に。うちは大丈夫だよ。
そうだ、熊吉、こたつ初めてだろ。あったかいぞ。なんか熊ちょっと沈んでるな。どうしちゃったんだろう。なんか落ち込んでんな。熊はまだここにいても。お前はまだそんなこと言ってるのか。お前はまだ言ってんのか、そんなこと。みんなは約束を果たしてくれたから、熊はもう帰らないと。なんなんだろうな、なんでそう思うんだろう。でも奈々ちゃんが元気になるまで帰りたくない。もう普通にジュネスのプリンスになればいいじゃない。いていいっての、なんか言わせんだお前。ああ、マスコットでいいじゃないか。目が覚めてクマくんいなかったら、ナナコちゃんがっかりするよ。おお、いいこと言うね。けど、クマはナナちゃんを助けてあげられなかった。バカね、みんなで助けたじゃない。犯人だって捕まえただろう。おめえがいたおかげだ。おーおお。今、ナナコちゃんが言ってるのに、そんなこと言っちゃダメよ。全員で説得始めた。ここにいていい、うちに来い。ちょっと寂しいからうちに来いよ、うん、今誰もいなくてさ、寂しいんだよ。うちに来なよ。本当にいいの。おお、いいぞ。そっか、お前んち今一人だもんな。そうなんですよ、ちょっと寂しいんだよ。ちょっとみんな来てよ。みんな泊まってかない。ナナコちゃんのクリスマスプレゼント、泊まってこうぜ。クリスマスプレゼント早くないか。12月3日だぞ。今3日だぞ。いいかも、きっとそれまでには退院できてるよ。俺のツケとか言うのはなし。むしろそんなかかるのかな、本当なしだ。言っとくぞ、失礼だな。まだ3週間ぐらいあるけどな。お前の見立てたこいつの服、後でレシート見てちびりかけたっつの。ああ、そういえばそうだったな。おかげで何日バイトさせられたと思ってんだよ。それはさ、ジュネスの価格設定の問題じゃん。ひどい。ひどい。他の選べばいい、よかっただけの話だろ。まあ、しょうがねえか。異性の服選びとか、里中さんは初体験だったもんね、きっと。皮肉たっぷり。うわ、なんだと。まあでも緑でも赤でもなかっただけ、うん。一歩前進してるんだけどな、うん。知恵にとっては。やだな、ベベたち。クマのために喧嘩は。いつもの調子が戻ってきた。すっごいな。息合ってんな。先輩たちほっといて、プレゼント考えよう。おお。つっても小学生の女の子が欲しがりそうなもんな。シールか。ナナコちゃん、何をプレゼントしたら喜ぶでしょうか。何を。ゲーム機、フロスト人形、リセチ人形。まあでも理性は喜んでたけどな。うん、理性ちゃん来るのって喜んでたしな。フロスト人形。ジャックフロスト。いや、理性ち人形喜ぶんじゃない。あれって微妙に子供向けじゃないんだけど。微妙に。まあいいか、可愛くできてるし。え、どんなやつなの。じゃ、ななこちゃんが退院したらお前んちでパーティーだな。え、本当にリセッチ人形で決まりでいいの。よーし、ちょっと見本が見たい。見本張り切ってケーキ作るか。お前が作るな。当然。え、すっごいケーキにしたいね。あ、ダメだこれは。また隠し味とか入れ出すの。やめなさい、ななこちゃん病院に送り返す気かよ。ナイスツッコミ。あ、そっか、ナオト知らないのか。今ハテナ出てたけど、私からだ。お、もしもし。うん、その、なんだ、落ち着いて聞いてね。なんだよ、その前振りやめて。すごい不吉なんだけど、二人がいなくなったとかそういうオチないよな。奈々子ちゃんの容体が急変して。あ、そっちか、そっちか。すぐに病院に来てほしいって先生が。そんなレベルなの。いかん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 。とにかく病院へ。おい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 、こたつとか選んでる場合じゃないじゃないかよ。え、容体って？一回目覚ましたんだよな、だって医師から説明を受けている。さっきから病院中がやけに騒がしい。先生、この霧、毒なんでしょ？ウイルスなんでしょ？おお、病院の中で入ってんの、霧。テレビでやってました。ワクチンとかないんですか？ああ、パニック起こってんな。落ち着いてく
なんだ、なんなんだ。俺たちを見殺しにする気か。やばいなこれ。そんなことあるわけないでしょ。ひどい騒ぎ。ふざけるな。ナナコはこんなに苦しんでんの。びっくりした。びっくりした。今は状況を見守るしかないんです。ですから堂島さんも自分の病室へ。俺のことはどうでもいい。それよりナナコ。グオン。堂島さん。そりゃそうだろ。あんた事故ってんだから。こいつを助けてくれ。頼む。どうかナナコだけは。最善を尽くします。まあそれしか言えないよな。とにかく一旦廊下へ。ああ。なんで陽介が支えてんの。ナナコ。これどうすんの。堂島看護師に付き添われ自分の病室に戻された。これだって例えばラスボスがいてラスボスを倒したとして治るもんなの。ならないのか。お前の住んでた世界のことだろう。いやいやいや、わかんねえのかよ。クマに当たるなって。考えてる、考えてるけど。くそ、なんであんな小さな子がこんなことの犠牲になんだよ。ほう、落ち着け落ち着け、みんな同じ気持ちだ。おー、まあ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 落ち着け。こんな時にどうやって落ち着いてるんですか。ダメだ。俺ダメだ。悔しいっすよ。ナナコちゃん大丈夫だよね。どういう状況かわかんないもんな。君たちまだここに。これでだって俺らがテレビに入ったところで容体良くなるわけじゃないしな。どうすればいいんだこれ本当に。堂島さんの様子はどうですか。傷が開きかけてたみたいでね。堂島、今病室で処置を受けてるよ。堂島も落ち着け。旦那様の方はなんか進展あったんすか。それなんだけど。なんだよ、なんかまた歯切れ悪いな。一応言っておくと、うわー出た出た出た、立証は難しくなってきて。やっぱりそういう話になるんだ。でも一応ナナコを誘拐した件だけは少なくとも罪になるっしょ。うん、どういうことだ。殺人はさすがにちょっと難しいかもしんないけどな。テレビに入れて殺しましたっていうのは難しいけどな。本部の人とも話したけど、裁判で有罪に持ち込むのはやっぱり無理があるんだ。はあ。なぜ生ためが山の穴殺しの初動捜査で容疑者から外されたか。まあリアルのアリバイはアリバイはあるもんな。そういえば確かアリバイがあるって。そのなんだっけ、テレビに入れるとかって話、立証のしようもない。いや見せればいいじゃない。僕たち入るよ、裁判の裁判所でテレビ入るとこ見せるよ。まあ誰も信じないし。まあな、実際見ないと誰も信じないよな。世間が欲しがるのは、生ためがいつどこでどうやって殺したかだよ。まあ確かにな。堂島さんだってそのことは分かってるんだ。えらく冷静じゃねえか。でも僕たちのことを信じてくれてるんだよな堂島さんは。うん、実際助けてきたわけだしな、奈々子。僕は本当のこと言っただけだよ。てめえそれでもデカか。今度は足立さんに当たり出した。そんなに見てえなら見せてやんよ。今すぐここにテレビ持ってこい。まあそうなるわな。うん、確かに今すぐここにテレビ持ってこいよな。確かにそれは僕が一番言いたかった内容だ。ちょっとやめな。なんだ、どうした。ナナコちゃんのご家族の方は。私です。早く中へ声をかけてあげてください。なんだこれ、どういうことだよ。どうすんの。やだ、ナナコちゃん。まさかだよな。いくらなんでもまさかだよな。どうした。でも声は出してる。すぐ来るよ来るよ、お父さん来るよ。ちょっと堂島ナナコちゃん聞こえる。
わかるかな？え？お兄ちゃん来てるよ。頑張ろうね。頑張ろうね。ん？何してんの？堂島さんは？今呼んでます。まあ、傷開いてるもんな、堂島さんも。お父さんも傷開いてるしな。車椅子とかないの？ナナコ。車椅子とかないの？先生。あ、目覚ましてんじゃん。落ち着いた？峠越した？え？お兄ちゃん。おう。ここにいるよ。ここにいるよ。え？これなんだ？ナナコの中にまだなんか残ってたりすんのか？シャドウ的なもんが。お兄ちゃん、お父さん。え？え？え、嘘？は？え？え、本当に？は？ナナコ！え？う、え？ちょ待って、残念です。え、本当に？そんな、ちょっと待って、本当に信じられないんだけど。え、これ、は？くそ。いや、まだなんとかなる道信じてるよ僕は。何かしらシャドウ的な何かを倒してなんとかなんないの？え？手は尽くしましたが、これといった原因も特定できず。あー、堂島さんやべえなこれは。くそ。おーっと、いや正直まだちょっと信じてない僕は。ナナコちゃん、まだ何か道が何か残ってると信じてるよ僕は。堂島さん、どうしたんだ怖い顔して。あれ、みんなもどうしたの？いや、お前空気で察しろよ。あ、え、まさかナナコちゃん。いや、もう本当に僕もまさかだったけど。待てよ、あっち、堂島さんの病室じゃないだろ。堂島さん、ちょっと何するつもりですか？あっちって、何するつもりですか？屋上とか行くつもりじゃないだろうな。やりかねんぞ。ちょ、止めろ、堂島さん。先輩ちょ、堂島さん止めろ。堂島さん、生ためのところに行ってって。あ、そういえばそんなこと言ってた。ナナコに何かがあったら俺は生ためを…てんてんてんみたいなこと言ってたな。やばいやばいやばい、やるつもりだ。同じ病院に運んだのかよ。被害者と犯人だろう。そんなこと僕に言われたって。そうだよな、確かに。大きい病院だし、まだ動かせる状態じゃないし。いや、これやりに行くぞ。どうして黙って、病室どこだ。とりあえずそれだ。言えるわけないでしょ、そんなこと。だったらお前行けよ早く。お前が行け。さっさと病室教えろ。堂島さん言ったんだろう。止めなきゃやべえだろ。そうだろう、生ためやっちゃうよ堂島さん、このままだと。やばいって、まさか。ちょっと堂島さんが、なんで刑事なのにお前分からんのだ、そういうことが。早く言え、病室はどうだ。おお。第二外科病棟の最上階。あ、で行っちゃうんだ。けど警護の人間いるし。でも警護の人間いても堂島さんも警察だからな、通れちゃうんじゃないの？通れちゃうでしょ。同じ頃、ナナコの病室。え、あ、クマ。クマはナナちゃんをずっと見てた。なのに助けられなかった。ていうか、このまま何放置されてんの、ナナコちゃんは。クマの世界で起きたことなのに、
クマはあの世界で、ただ一人のクマのはずなのに、なんかあっちの世界にナナコの魂が残ってたりしないの、こういうのって。クマは何も、何か手段ないのか。クマは、いや、なんだろう、なんか悲しみとか悲しさとかよりもまだ信じてないから、まだ信じられないんだよ。奴に話がある。ですから許可がなければ。ちゃんと止めてくれた。許可だ、ならあいつは誰の許可でナナコを殺したんだ。うわー、ダメだ、もう復讐の鬼となってる。剣じゃねえぞ。ナナコは死んで、なんであいつは生きてる。あ、ナナコを返せ、返しやれ。俺にはナナコしか。そうだよな、ナナコしか。今奥さんもいないしな。医者、やばい、完全に傷が広いて開いてる。俺はあいつを。わあ、大変だ、早く病室へ運んで。僕は先生に知らせに行くから。いや、こんな結末はないだろう、さすがに。なあ、堂島さん、まさか本気で。もうやる気だって、やる気だよ堂島さん、やる気ですよ。一人娘を殺されたんだ、何してておかしかねえよ。おう、堂島さん、分かってたのかもな。法で裁ける見込みがほぼないってさ。ならば俺が裁いてやるってことか。くそ、先輩殺した上にとうとう奈々子ちゃんまで。なのに当人は罪も償わず、この先もノーノーと。そんなの、なんで、なんで生きてるのはあいつの方なの。なんかあるだろう。なんだ、いい部屋泊まってんなお前病室の窓が大きく開け放たれている。窓から逃げる気か。俺はお前だけ生きてて、しかも逃げようってのか。ナナコちゃんはあんたのせいで。っていうか警備の人同士なんていいの、僕ら入っちゃって俺は何も何も覚えてないっけ。姉ちゃん、真夜中テレビ、誰か来た。ちょっとこれって。はい、本日もご視聴いただき、いや、もとい本年もご視聴いただき誠にありがとうございました。なんかすごく気になるところでしたがね、もう時間なので、ことかこれから結構まだ長く続くので、はい、こちらで、はい、次回とさせていただきます、申し訳ない。はい、では今年1年も、ご賞いただきまして本当にありがとうございました。また来年も、はい、よろしくお願いいたします。それではごきげんよう、チャオ、ありがとうございました。良いお年を。